えとちなみに自民党の二階敏弘幹事長っていうのは、エソと氏族って言ったでしょ。エソとっていうのを、ま、エミシのうち、外側の人。いわゆるエゾって呼ばれます。北海道エゾ地ってれんでしょ。私たちは、ま、エミシ。ま、の、エタです。ま、エタとエソとを、ま、合わせて、エミシって言います。つまり、エタ以外の日本先住民。 8,000万人ぐらいいらっしゃいますけど、みんなあのエソとなんですよ、ね。大和は300万人ぐらい、春菜が2,000万人ぐらいいます。春菜は農耕民族、大和は遊牧民族です。さて、まあ、大和ってもともと地球の外っていう意味です。ね、まあ、ゴミ箱、邪魔なものは外に捨てたんですよね、昔はね。何のことかでなくなった後、 あの星になった人たちのこと。つまり光る星のことをね、邪魔者って呼んでたんですよ。ヤマトって光る星のこと、恒星のことなんですよ。もともと。宇宙空間のことね。あるいは。っていうのは、えっ、ー、と、プレアとハデスの間に宇宙空間が挟まってるんですよね。で、その宇宙空間にスバルもあるっていうことなんです。で、まあ、プレアっていうのは、まあ、ウエハって日本語で言います。エミシコ言葉でね。ハデスは、ハラエドって言います。ウエハ、ハラエド。 で、えぇ、ー、まあ、上葉すっていうのは語源ですよね。上ハラ江ドっていうのはね。ま、まあ、関係ないけど、スバルは、上、あ、えっ、ー、と、す、すの神言うかね。すが、だから上葉す、ウエハ上葉す、原江戸、ね。それはどのこと、何のことか、ね、スすルのことをすっていうんですよね。この場合。上葉からラ江ドに来ようとしている伝令のことスバルっていうんですよ。これプレイアテス、セーダン。 だから、うち以外でプレアデスさ名乗ってるって言ったら全部ーです。わ <laughs> かりやすいでしょーの神なんですよ、うち以外は。うちは数の神じゃないんですよね、実は。ーの神はむしろーが主将なんですよ。スサノーのことーの神って言います。うちはアマテラスです。アマテラスとスサノーはー、まあ、を共有してますけどね。うん、つまりアマテラスがアメスサノーは弟なんですよね。で さてさて、なんかプレアデスの語源は、上、葉、腹江戸ってよかったでしょで、うちは上、葉、腹江戸なんですよね。まあ、都領所かのことを上、葉、腹江戸構造って言うんですよ、実は。ね、でさてさて、それで、えー、っと、腹江戸って意味わかんないでしょうけど、まあ、まあ、綺麗なところと汚いところがあるぞよとい意味でもあるよね。要するに土からなる惑星のことを腹江戸。まもちろんガスもあるから、まあ、腹、えー、っと、 <laughs> どういうまあ上手に説明できへんから、ね、んだかと言葉がねこの辺りは定義がね入れ替わっていったりしていったからなんです交代、まあ、したね定義がさてさてで、まあ、プレイヤープロトタイプとかのねプロ、まあ、プルなんちゅうかな、まあ、プロトタイプの語源がまあプレイヤーエハウエハ,ウエハっすねまあどうした計画のことをプロトって言うんですよねで払いだまあお支払いはこちらですってことだな <laughs> 地上のことあらえろって言うんですよ。で空のことを上派って言うんですけど、本当は上の世界の、上の次元の地上のことね。要するに上派スコースになってるから地上が。わかりにくいかな。ちゃんと説明しますからね。で、今言いたいことはですね、実はね、あの、二階幹事長っていうのは、要するにカレハラのためなんですよ。カレハラのため。フィンランドの神話で有名なカレハラのための、霊民会念。 ねえ、霊民会人ね。要するに、あの種族の名前、うんって言います。うんさん。黒人で N から始まる匂いがあるんです。そう黒人なんですよ。ね。アトランティス文明は黒人文明、ね。パンゲアペルシャも黒人文明なんですよね。私たちは黒人やってるんです。日本人はね。で、アトランティスの高度の文明を作ったのも私たち黒人です。ただ、うちら発酵食品をね、やたら食べましたので、黄色人種っていう形になりました。 で、白人は発光貯金というよりか、宇宙空間や洞窟などに逃避したグループは、たとえ黒人でも白人になってしまいます。最後は、もう、指も宇宙空間で動かすのが非常にもったいなくなるでしょう、エネルギーの老費やから。最後ね、キノコになるんですよ、実は。白人のなるのは、たキノコなんですよね。じゃあ、宇宙人って基本キノコなんです。まあキン、菌。菌ことです。まあ、ウイルスもそう。さらに、ウイルスになっていっちゃうんですよね。 で、地球に戻ってきたときはもう、菌やウイルスでしかなくなってる。それほどまでに、あの人たちが地球に戻ってくるまでには、私たちの地球っていうのはね、進化してないから、向こう、まあ待ち、私たちが、地球がね、進化して、このを待ってる向こうの、まあ元の白人たちは、もう菌やウイルスになっちゃったんですね、あまりに待ち続けて。ちょっと手使わせたもの、日の鳥の未来編かな。 その辺りの話、まあ、ちょっと彷彿する話でしょ。で、まあ、それにとして、カレハラっていうのはね、要するに、宇宙空間のことでもあるんですけど、実はね、バルハラとはまた別なんですよね。で、バルハラっていうのは、まあ、あの、外側の、まあ、あアスガルド、ミドガルド、バルハラ。アスガルドってのこのアジア、つまり日本のことです。アシハラのことね。日本のことアシハラって、アジアの語源は日本なんですよね。で、 ミドガルドっていうのは海ですで。バルガルドはワールドなんですね。それはユーラシア大陸を含む大陸たちのことをバルガルドって言うんですよ。ね。で、ガルドっていうのは取り手のことをね、お城とかね。あるいは植民地のことをカルって言います。原は、原は、原だね。原はその、もっとありだしたし、もっと外ハ原っぱとかね、外側のね。植民地の外の辺境の土地ってことね。カルは借りてますよとか、まあ、借り取り地。まあ、収穫が上がってる土地。 で、原は収穫できない土地っていう意味でもあります。で、それが正,正常なる土地。美しい、綺麗、原、原江戸、原える、ね、原、お払いは、まあまあ、原生林や、その、その、要するに開墾されてない、未開の土地のことを払っています。それが、えっ、ー、と、清まってる状態なんですね。それ使い始めると汚れてくる。それが江戸でございます。で、これも晴れ時の関係ですけどね。使う、使う時になる。 で、放置したり、まあ、よし、未開に戻ると、あの、カレーになるわけなんですよね。で、さてさて。で、今から申しますのじゃグレタ・トゥンベルっていう人は、その、二階俊トシヒルさんの親戚なんですよ、実は。どっちもフィンランド人なんです、実は。カレー荒のためなんですよ、どっちも。じゃあ、グレタ・トゥンベルさんが一生懸命言ったのは、カレー荒の予言なんですよね、実は。で、まあ、ポリン、 の秘密っていうのはまた言いましょうかと思ったかしま言っちゃおうか。要するに、彼はらのためにどうやって戻ってきたんですかって、ポリン通ってきたよってことね。要するにノースポールのことです、ポリンってね。北極圏を通って日本にあっという間に戻ってこれるんですよ。彼はらのため、にエソとエソはね。ていうようなことなんです。まあ、うんさんっていう、カイさんの元の名字、ウカイっていうのは、まあ、トゥンベルとも関係のある近しい名字。要するに、土、掘りっていうかその芋掘りとか、その、 関係あるトゥンベリはも墓盛り、ねでまあ、ヨーロッパではその芋とか掘ったりしてる人たちのことをばかにするその割と肉食性の強い人たちがいたからせっせと田ん,ぼ田んぼじゃなくて畑,、ね、田ん畑で芋を作ってる人たちのことをうんかいとか言ったんですが後のトゥンベリねトゥンベリはも墓はり」という名前を意味しますけどねでまあ女子二階さんとトゥンウレタト,トゥンベリは親戚なんです。